顔薄すぎこんばんは、こんばんは。わ、すごいコメント来てた。こんばんは、こんばんは。ご飯食べました、こんばんは、こんばんは。あれ、さすがさま、こんばんは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 、はいはい、こんばんは、こんばんは、ぬるはい、こんばんは、こんばんは、こんばんは。あそこに楽しみ、ありがとう、こんばんは、こんばんは。すっぴんじゃない、あ、すっぴんです。ぐちさん、とうとうありがとう。とるさん、スノドもありがとう。たくちゃんぽありがとう。こんばんは。初めて手紙届けね、ありがとう、嬉しい。ちょっとさ、眉毛だけ描くねって言ってます。眉毛がなくて、なんか今日前髪がサラサラすぎて、あ、前髪巻けばいいんだ。ちょっと今から前髪巻くから、ちょっと待ってて、ちょっと待って。そら、アイロンどこにあったっけ。そんなこと言われてもわかんないよ。アイロンあった、よいしょ。今日はね、以上、昨日ソララジオやったので、今日はやったので、あ、昨日やったので、今日はあれです。あのコメントをたくさん読みたいなと思うんですけど、スマホスクロールする音ありましたか、聞こえましたか。こんばんは、こんばんは。クジラチューさん、かわいい、ありがとう。クレモノさん、ブラボー、ありがとう。こんばんは。さとちゃん、お花ありがとう。コメント読み配信をしたいと思うんですけど、今日はちょっと40分ぐらいからコメント読みするので、ちょっと待ってて。前髪巻かなきゃ始まらないの、空のコメント読み。こんばんは。やっほー、みなし残念がってる。ちら、はい、足見せました。そう、2700人超えたんだ、やったー。ね、最近ラジオ配信するメンバー増えた？ラジオ配信ではないけどね。まあ、あんな簡単な考えみんな思いつくでしょう。土地さん、急いできます、ありがとう。ちょっと待ってね。こんばんは皆さん。あー、やっと前髪、やっと前髪ができた。今日はね、朝からアイロンしないで行ったんですよ、レッスン。ちょっとめんどくさくて。こんばんは。パジャマドライブ公演外れましたか。あら、残念。オンデマ最善で見てください、ありがとうね。アセルコイン当たったの、あ、嬉しい、待ってます。アシャリが届いたしまして、パジャドラは明日2回公演です。初めてのパジャドラ2回公演ということで、はい、ありがとうございますというお知らせでした。そう、12月の目標結構達成してるんですよ。ちょっとさ、眉毛ないしさ、いや、あるけどさ、薄いし、やっぱ眉毛の形って大事なんですよね。誰がどんな配信やってたかなんて言わなくていいよ。あ、単独この DVD 届いた、嬉しい。じゃあ、空たちの昨日の DVD 鑑賞会の配信を見ながら、見たら一緒に見てる気分になるんじゃないかなと思います。 BGM 流さないのには理由があるので、流そうよとか言わないでね。こんばんは、気をつけて、ありがとう。中の子を届けてきた、家を探して、あら、あら、まあ、いいじゃん、それは家族に会いたい。今日もさ、ママにさ、帰ってこないのって言われて、研究生コンサートもさ、親はどうせ来てくれないし、家族に会いたいけど、
今年は会えなかった。今年は会ったけど2月3月ぐらいから会ってない。ねえゆみみびっくりしたんだけど、私それあんまり詳細聞いてないし何にも聞いてなくて、さっきそうメンバーの中で話を聞いてびっくりした。1月4日のパチャドラ当選、え、早くない？1月4日空出るのかわかんないけどパチャドラ外れちゃったって悲しい。当日待ってるよ。すーちゃん、すーちゃんです。そうです。そうなんかね、本当にね、なんかもう本当にそう、あんまりね人のこと言われるとなんか傷つくから言わないで。なんか比べられるの嫌だし、自分もなんか比べたくないし地名のコンサートにはどうなんだろう、出ないのかな、何も聞いてない。これ外れた。あら、そろそろパチャドラ行きたいね。全然当たんないって、もう待てるよ。夜コン当たったよ、初のパチャドラ。ハートにバレないに行っちゃうね。あら嬉しい。こんばんは、嘘だけど、なんかあね嬉しかった、ありがとう。こんばんは。セロハンテープどういうこと？あ、そう、ナナさん出た。そうなんですよ、2週間ぶり。本当に東京行くんだけど、東京寒い、なんか明日寒いって昨日聞いたはず。いや親来ないって言ってた、だから待ってる。あ、クマさん入ってたの、すごい。きょんちゃんは、いや違うの、さっきまでってか夜ご飯きょんちゃんとかと一緒に食べたんだけど、その時全然その話してなくて、お家帰ってからゆみが辞めちゃうっていうのを知って、空はね、きょんちゃんがいつ知ってたのかも知らないから、きょんちゃんも多分配信してるかな、配信始まるよね。だから本当に知らなかったの、びっくりした。そう、ソラもねユミミと前役の時に結構初めてじゃないけど、なんかまあ喋ったり写真撮ったりして、まだみんなにはあげてなかったんだけど写真撮ったりしてたから、でなんかこれから仲良くなろうって思ってたし、なんかユミミに何だろう、この写真載せるねって言ったら、あいいよみたいな、私も撮っていいって撮ってくれて、私もこれ使うねって言ってくれてたから、なんかてか本当に前役の時にも一緒に喋ったりしてたので、なんかゆみみが結構HKT から一人で前役に来てたから、なんか寂しそうだったから、結構ドラさんの子たちもそのゆみみの周りに行ったりしてたんだよね。空とかランちゃんとかもうこうゆみみとか言ってたんだけど、そんな素振りも何も聞いてなかったから本当にびっくりした。はい、配信化粧してないですけどね。はい、1月4日、あ、遠い遠くからの方ありがとうございます。普通に触れた？オレンジケースさんありがとう、マジのイケメンありがとう。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。化粧ちょっと口リップだけになりました。読むの高速、そうですよ。緊急事項の申し込んでありがとう。こんばんは、こんばんは。寒さ対策はストーブ。明日昼ご飯、あ、待ってる、嬉しい、待ってます。あ、今日誕生日、あ、のーちゃんおめでとう、誕生日ハッピーハッピーバースデー、のーちゃんおめでとう。ストーブ越しからごめんね、誕生日なのに化粧してなくてごめんね、本当にごめん、もう心から謝る。なんかさ、すごい化粧しないとさ、目が薄いし目ちっちゃいし、もうすごい奥舞台だし、メイクの時別にアイテープとか別にしてないんですけど、メイクすると結構二重に見える時があるんですよ、まあ、奥舞台なんですけどね。そう、でもなんか一時期むくんでない時はすごい二重になるなってたんですけど、最近なんか梅干しが食べたくて食べたくて仕方なくて、梅干しばっか食べてるので顔がむくんでむくんで仕方がありません。あ、当日券入ったら昼公演されつめ、オッケー探す。こんばんは、こんばんは。配信、あ、ちょっと読んだな、どこまで読んだっけ。手紙なしありがとう、緊急性のコンサート申し込んだありがとう、当たってください。じゃあの皆さん、お花ありがとう、ハートもありがとう。そちゃんおつおつ、そちゃんまだまだやめないでね、わかりませんよ。雪が降るって聞いた。ゆうさんハートありがとう、新潟吹雪いてるって、寒いね。リンさんのコンサート行きたい。オレンジクリスさんお花ありがとう、親も積んでる。いや本当に行きたいとかじゃなくて本当に来てくれない一回も来てくれたことない、空のやつに。準備できたかい、何が。キョンちゃんもツイッターで触れた、あ、東京の最低気温は3度、あら寒、
最後の法人チャレンジね、びっくりした。最後にあの動画っていうか映像見てたからまあ見れたけど、うん、研究生コンサート本当に行きたいだって。マジで始めたから外れまくってるから、うん、溜まってるから溜まってる。そうだそうです。たくちゃんオンパありがとう。そんじゃごめんごめん、午前中、うん、明日は午前中おるおる、よかったじゃん。ゆみみじゃんけんね、びっくりしたね。はい、そうなんですよ。パーセン役この後ね入ってるね。ごめんね最近もう。すーちゃん24日全役行ったんだけど気づいたの。ごめんなさい。ごめんなさい。がっかりだったって。ソラもそう言われてがっかり。グッチさん、スノドもありがとう。そう。1月20日。ねえ、そうだよね。こんばんは。おめでとう。はい、おめでとう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 。そう、塩分です。塩分でやりました。前より可愛くなったって、いろんな人に言われて、本当にそんなことないです。キンキセコンサート待ってる。ソラチさん、スノドもありがとう。12月29日。そう、12月29日の10時までですので。あーもうコメント中ってなった。あーもうやだ。あーもうちょっと待ってって。ちょっと今から読むから。今からコメント全部読むね。もし好きやな、サスパイアン大好き。ソラちゃんこんばんは。仕事冷めてそのままやった。岩手の実家いいな。おかえり。エビオンキジさん、そのままありがとう。わかりませんって悲しみ。何がわからない。何がラジオ放送は今日はしません。リンさんコンサート乱入者行くかも。行けたらいいかも。明日は雪降らないよ。最高気温9度。え、寒くない？でも。たくちゃん、音符ありがとう。オールで全役だったので使いをし、わかる、それは。こんばんは、こんばんは、明日、5時半起き、頑張れ！ミキポンさん、初見です。初見のミキポンさんかな。今日はムーン君の叫びを見てきました。あら、すごい。明日、大沢神社邪魔でいく。わかった、探す。今朝の、萌えキュンさんのショールームで、そらちゃんとかのちゃんがダンス褒めてくれてよかった。本当に？萌えキュンさん、嬉しい。はい、一生とも言うとファーストフード、ファーストフードに、お昼ご飯、ファーストフードには行ってないんですけど、普通に、なんていうの？ファミレスに行ったんですけど、スナタンが、ソラちゃんたちと一緒に行きたいって言ってくれて、ご飯行ったんですけどね、まあ、スナタンは頑張ってるんですよ、本当に。なんか、本当にみんなが言ってて、スナタンは頑張ってるって。なんか他人にも認められる頑張ってるってすごいなって思って。そう、セナタンはなんかいつもチビチビ言っちゃうけど本当に大好きな子です。もうずっと一緒にいたい。セナタン大好き、愛してる。研究生コンサートのタイトル面白いね。行くぞ、伸びしろパラダイス。誰が決めたんですかね。誰も本当のことは知らない。ちょっと今日なんか本当にもう化粧してないのにもう、うわマスクしようかな、化粧してないから。かわいい、ありがとう、なかなかさん。たくちゃん、おんぱありがとう。さーちゃん、明日、大阪が雪なの。ほんとに？さっき、みやんさんの部屋に下みゆちゃん出てたけど、ガチで天然だった。え、みゆ、結構天然だった。天然っていうか、ふわふわ系。パジャドラ、上島どっちですか？私は浦野さんポジなんですけど、浦野さん、どこにいるんだろう。かなり古い飴を食べたので舌がヒリヒリするんですけど、飴には消費期限あるんですか？え、きっとあると思う。食べ物だもん。明日、昼行きます。待って、まず、今年の最後の公演お互い楽しもう。ただ、いつも公演行くと、そうちゃんが不思議。イェイ、結構いますね。たくちゃん、音符ありがとう。ピンキさん、そのどうもありがとう。そんなことあります。わーい。何全部なってもいいしちゃダメだよ。ん？そうちゃん大好き。突然なくなった。大好き。大好き！そらも大好き。ありがとう。そうちゃん、サビの泣いてんじゃない？全然泣いてない。こんばんは。それもフォローしたよ。これからもよろしくお願いします。小山、としひろさん、ありがとうございます。嬉しいです。イライラ、欲しい何？きょんちゃん、きょんちゃんじゃない。きょんちゃん、砂どもありがとう。そら、こいつおいしさ。バイト帰ってきて、あ、バイト終わって帰ってきて、おかわり。そういえば、昨日上野に行ったら、ムンクの叫びとポケモンがコラボ。イーブイとピカチュウが叫んだ。イーブイさん、イーブイさん、研究生コンサート当たるようにね、当たってて、みんな。待ってる、本当に。お風呂入ってて遅れた。おかわり。意味を、そう、それはもう言うんだ。コメント開始します。はい。単独は割とそらさんつってね。そう、出てない割にはつってますよね。空も思った。セナタンは大器晩成型。大器晩成って言葉は知ってるけど分かんない。俺も、そう、メグさんですね。思った時から。はい。セナタン背伸びた。うん、伸びたと思う。僕は梅干しが苦手ですが、好きになる方法ありますか？いや、苦手なものは苦手よ。空もね、椎茸とグリーンピースは本当に苦手。空ちゃんもツンデレだな。何のコメントに対してか分かんない。僕ね。あ、セナタンかな？そう、ツンデレです。ツンデレ、デレデレです。空ちゃん頑張ってるじゃん。そんなことない。空の僕の明日の冬の、
星ありました。なさて空、僕の明日の冬の星がわかんない。伸びしろですね。はい、着じゃ。音波ありがとう。ファーストフードじゃないです。僕だけのバリューの誰がどうだって言いたって最高に好きだって。しかしよくない、わかる。僕だけのバリューめっちゃ好き。メイクしなさいって言われるとしたくないよね。でもさらちゃんに名前何って言われて、ななみって答えて、あ、ななみちゃん、あ、え、彼何って、え、前さ、え、でもめっちゃ久々じゃなかった。じゃあななみちゃんか、言ったわ、名前何って。なみさんで覚えてる。メイクの先生ありがとう。こんばんは。こんばんは。サングラスかけたら、サングラスない。空はそのままで、空でありがとう。うん、メイクしなくても空は空で、それはそう。そのままで、そう、ありがとう。ななみちゃんがそうちゃんに愛しかったって、ななみを愛してるって伝えといてください。いや、もう、今伝えなくてもいいくらい伝えてる。時間配分何？たくちゃん、アンパありがとう。もうすぐドラフト締めるから1位になるけど、早かったか遅かったか、どっち？早かった。それさん、こんばんは、こんばんは。小じきさん、ありがとう。俺に来る人、ありがとう。あと4日で今年終わりですね。今年終わっても別に何も、支障はない。顔見たいよ。喉気をつけて、ありがとう。たくちゃん、アンパありがとう。さあさん、イヤリングいくつ持ってますか？結構持ってるんですけど、あんまり耳につけてると落としちゃうので、あんまりつけないです。可愛くて買っちゃうんだけど、つけません。サラさんは活動自体、するとか絶対しないでほしい。頑張る。明日の冬の星ありました。また星わかんない。小じきさん、タコありがとう。3月16日のアクチャーいけない。わかった。半年以上。本当に久々だね。そうなると。イーブイさん。イーブイさん！チームコンサート、研究室出るか出ないかわかんない。じゃあ、どうなんだろう。キノコは全、キノコは、椎茸とエリンギと、マッシュルームは食べれない。松茸は食べたことないし、しめじは食べれるし、えのきは食べれるくらいかな。今度詳しくさなちゃんの話聞きたい案件。じゃあ握手会待ってます。とくちゃん、おっぱいありがとう。サンタクロースの全身写真、想像以上に可愛かった。ありがとう。最近のお気に入りの本は、運が良くなる本を読んでます。帰ってくるときに雪降ってきて、あれ寒いね。無期初日の妖精、初々しかった。本当にもう、それは最近妖精さん踊ってないから踊れる気がしない。T口さん、花束ありがとう。ちょっと石渡にファストフードの意味を教えてきてください。なんか今のさっちゃんマドンナみたい。ありがとう。研究生コンサートよろしくお願いします。よろしくお願いします。花花さん、おハートありがとう。たくちゃん、おんぱありがとう。このスピードでも滑舌いいな。よかった、ありがとう。花花さん、ハートいっぱいありがとう。ピョンキチさん、そのどんもありがとう。次会えるのは1月20日、それより前の劇場か。それより前の劇場で会えたら嬉しい。伸びしろですね。伸びしろですね。マイクかわ、マスクかわいい。あと僕マスクするってた、マスクして明日最善されるのにうんください。どうしようかな。たくちゃん、おっぱいありがとう。やったかった。わかった。こんばんは、こんばんは。そらちゃん、美肌でうらやま。ありがとう。そらちゃん、久しぶりにこんばんは。今日も仕事さめ、お疲れ様。そら、この、今年を表す感情なんですか？動くっていう字です。まあ、理由は、まあ、いろいろ感情が動いたりしたなって。感情動いたし、自分の、なんか、いろいろ動いたから、動くです。研究成功の日は仕事だから覚えてきないけど、14日の神田明神は見に行きたいと思います。待ってます。前髪切った。前髪巻きすぎてちょっと短くなった。イヤリング落とすのないよね。私昨日夢の子に、わ、それはやだ。そらさ、お気に入りのイヤリングさ、東京に来てすぐ落としたからさ、もうつけないって決めてイヤリングはね置いてる。もう絶対つけないんだ、めんどくさいしね。ピアスの穴は開けてません。そらもうそういうの痛いの嫌だから、ピアスの穴とかも体に穴開けるなんて絶対できない。怖いし、皿洗いしながら聞いてます。いい BGM ありがとう。小じきさん、ありがとう。今日でお仕事が終わりました。あとは家でクリスマス過ごします。じゃあ来年もお仕事よろしくお願いします。そらちゃんが一番レッスンに気をつけることありますか？歌いながらやることです。最後に言ったの今年の7月だからね。確かに大抵のことはしょうがない。そららじ、そららじは今日やらない。しいたけは生きてるから、そう、しいたけ生きてるの。たけちゃん、おんぱありがとう。まかないでラーメン食べてくればよかった。それは食べた方がよかったよ。目撃者で一番好きな曲は美しきものですか？いや、美しきものだったんですけど、アイムクライングが好きです。いや、摩天楼も好きだし、前人未到も好きですね。いろんな意味で好き。アイムクライングは歌詞が好きで、前人未到は振りが好きで、摩天楼も振りと歌が好きかな。すぐさん、かわいい、ありがとう。こんばんは、ジョレンス、こんばんは。スコー、明日そらちゃんがよく見られるうち、どこだろう、裏の散歩時なんですけど、どこが皆さん、来てくれた皆さんはどこが見やすかったですか？早い口で息が続くのか心配になるレベルだね。鼻呼吸してます。動くか、なるほど、ね、そう、マスクしてるやん。喉大丈夫？大丈夫です。分かってくれたら明日からハッピーになる。よかった。これから飯を取ってご飯行ってあげてな。うん、割と本気で。当たり前じゃないか。言われなくても行くから言わないで。大好きなんだから、サンタのこと。
あ、毎日アイドル192日ってどういうことか分かるよね。すごい頑張りましたね、192日、すごいあっという間でした。明日も仕事だ、しかも次の休みは年明け。きつ、きつタニエンですね。マスクも姿も可愛いとかずるよ、マスクしてるから可愛いんや。それは明日の朝ごはんはクリームパンとコーヒー予定です。いい朝。なんとかで怖がってるからピアスは見、あ、注射かな、ピアスは絶対に見るよと思って、ずっと痛いんでしょ。しかもなんかさ、言うじゃん、なんか私の友達結構開けてたんですけど、結構ではないけど2人ぐらい開けてる子いたんですけど、なんか髪、こう髪乾かすときとかタオルとかが引っかかってめっちゃ痛いって言ってたのが怖くてやりません。さあちゃん、なんでそんなに記憶力いいの。記憶力良くないよ、全然すぐ忘れちゃう、本当に。だから皆さん忘れられないように定期的に来てくださいね。はい、生麦、生米、生卵、あぶねえ。ラーメン屋で丸めて、あ、いいやん。明日の公演のさあちゃんの見どころはどこですか。私はこう中盤が好きなので中盤見てください。去年の職場で年越しする羽目になったけど、今年は大晦日は夜勤明けで家にいられるから超嬉しい。いいじゃん。空は今年は実家には帰れないし、一人暮らし寂しいからきょんちゃん家に行こうかなって。なんかきょんちゃん家に行きたいって言ったわけじゃなくて、きょんちゃんがなんか誰かうち来ないって言ってくれたから、ちょっと行こうかななんて企んだりしてます。空子が好きなラーメン、何が、ラーメンは塩ラーメンが好き。来年は未定です。だってマテロの距離のイントロパリピみたいには食うの好き。わかる。ぬは読まない、読みません。明日の修行中以来の初パチドラ入ります。よろしくよろしく、待ってる、待ってろ待ってろ、まねその手のマシンってつかも閉じてるものは。はい、東京行ったことがない。ほよ、今日はコメント開始返信配信です。どんどんコメントお願いします。それは最近空ちゃんの部屋に妖精さん出てきてくれないの。そう、最近見てないんだよね。最近ね、妖精さん見てない。いやでもあの2回ぐらいしか見てないんですよ。あ、セナタンがいる。セナも好き。セナタンいるの知らなくてやばい。セナタンに媚び売っちゃったわ今。こじきさんほんのありがとう。セナタン来た、ありがとう。セナタン大好き。セナタン、セナタン、どこから聞いてたんだろう。セナタンいるの知らなくて言ってたっていうやつ。片耳かし聞き、何、片耳しか聞こえませんって。この間声入って、そう入って萌えキュンと仲良さそうにしてていいなと思いました。萌えキュンさんはマジいてくれるだけで安心する。明日の大阪の紅白は何を着ますか。ワクワク、消えてない。大竹の明日見せました。お疲れ様です。もう終わったのかな。明日好きは負けない。いやごめんけど、セナタンからの好きの愛の度は私の方が多いから、別に空からセナタンへの好きとね、好きの度合いがまあ負けてたとしても、セナタンからの愛は私の方が大きく受け取ってるから別にいいですっていうね。はい、煽ります。こんばんは、セナタン来た。セナタン大好き。こんばんは、こんばんは。でもヤリング落として泣いたところでどうしようもないから、平然としたらメンタル強って友達に驚かれた。いや、そら必死で探したけどなくて、もう一生イヤリングはつけないって心に決めた。こんばんは、こんばんは。明日の命のつかみちセリフはソーちゃんから楽しみ。ソロたちもそれはまだ知りません。台本見てません。チビチビの愛情の裏返し、そうです。花花の好き、ありがとう。最近は可愛いイヤリングも多いでしょ。もう多いの。最近なんかピアスの方が可愛いって前までそういう固定概念あったじゃないですか。でも可愛いピアスがいっぱい、あ、間違えた、可愛いイヤリングも増えてるのでおすすめですけど、落とすのが嫌だからつけません。痩せなたなんでいらんの、恥ずかしいから。お得意めのなんだって。なんでいいのか。定期的に会いに行きます。待ってます。肌毛芸得意なんですか。じゃあ得意じゃなくても本当にね、肌毛芸じゃない、芸じゃないから、あれは本当に振り合ってたら落ちるんですよ。それはわざとじゃない、心から。そう、大竹からめぐさん、そうです。そうちゃんは来年のカレンダーや手帳は準備してますか。いや、それはもう毎年ね手帳たくさん買うんですけど、今年はもう2回買っちゃって、でももうね来年の12月分まであるので、今年はその手帳をちゃんと使い切りたいなと思ってます。来年の目標はそうちゃんの握手会行くことです。待ってます。定期的に行きます。待ってます。何時までやる、決めてない。きょんちゃんの同期紹介の写真うまく撮れてたね。写りの送りました。お風呂入っていくね。早くの休み、おやすみ、ありがとう。そうだ、来てくれた。パシャドラ中盤が好き、ありがとう。記憶力いいよ、すぐ覚えてくれて嬉しかった。あ、それは覚える努力をしたから覚えた。あ、なんか覚えてほしい方は、なんかごめん、ちょっとめちゃくちゃ上からだけど、すごいなんか特徴的なことがあったらすごく覚えますね。そう、覚えてって言ってくれる方は覚えてもらえるようになんかやってもらう。一発芸とか忘れられないように頻繁に行きます。ありがとう。最近忙しくて来れなかったけど、お疲れ様。お姉さんも許してくれない。どうだろう、行こう行こう。俺はってきょんちゃん同期呼ばないと部屋掃除ね。そう、部屋掃除しようって言ってた。大晦日はきょんそら配信楽しみにしてるね。
公園行きたい、待ってる。定期的に2ヶ月に1回そうちゃんに公園行ったら、ありがとう、待ってる。そう、終わりましたね、みおろ、お疲れ様です。きょんちゃんの妹、そうなんですよ。覚えてくるものにたくさん会いに行きます。もう覚えてる。さっちゃん大丈夫、息継ぎできてる。うん、鼻呼吸してる。さっさん、こんばんは、こんばんは。明日の夜公園行くよ、待ってる。さなたん、愛してる。ひなとみん、先輩につないで、岩田とは、そう、なんかドラさんの枠を超えたい、みたいな話をしてて。そうそうそう。はい、明日の公園でショールームを見てる人で、スペシャルメッセージは何しますか？何しよう。タメアールはラララタタ、ツアちゃんも知名コンサート出るの、うん、出ないと思う。ツアと俺も好き、やめて。ソラが好き。チャキちゃん一旦休憩入った後でこっちに入って、お疲れ様。ツアさんとランちゃんはどっちが好きって比べたらいけない。ツアとも大好きだから。ツアさん好きだから食べちゃダメだよ。ちょっと半分一口食べたことある。ツアちゃんツアさんがチビって言い合ってるのが好き。いちいち何、あと街角がお正月モードやってますが、好きなおせち料理はあのさくらんぼのお菓子。サラさんハイテンションなの、そんなことないよ。セナタンとランちゃん天秤にかけるなら均等。サラちゃんはイヤリングつけなくても会社おしゃれだよ。そんなことない。もうドラさんの中でトップ5を争うくらいのダサさです。じゃあ昇格してもイヤリングだけはプレゼントしない。いやー嬉しい、そういうなんか、いやなんか可愛いわそういうの。ヒルハさん、ハートありがとう。今度メンチューしか来たらリンさんに回したいんじゃない？いや、リンさんに回したらって言われて、ちょっと考えたんだけど、やっぱリンさん今ソロコンと、チームメイトさんのコンサートと、チームメイのコンサートで絶対に絶対に大変で、ショールームやってる暇ないのかなって思ったから、やめました。ヒルハさん、ハートありがとう。バー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 、口早すぎ。だって、そう、だってコメント読まなきゃいけないから全部。読まなきゃいけない。夢見もびっくりした。ソロもびっくりした。いや、新宿のリリーメイで元気なかった。そうなんだ。え、全然気づかなかったな、ソロ。この間あったんですけどね。わかりで？ちょっと本田さん、セナタのコメントで出てくるタイミング指導しておいてください。なんで？なんで2個以上いる？何？何時までじゃなくて考えてない。畑芸あるだからな。そう。畑芸じゃないです。そう、畑芸って言われるの。1月22日の明石が楽しみすぎで待ってる。あれはメーターに似せたと、メーターって何？スケジュールいっぱいになれ。なれ。復習の計画は順調？復習？何の復習だ？あ、みんなへのか。みんなへの復習の計画？全然してない。あ、ブイブイさん、畑ありがとう。平成最後の手帳レアだね。確かに。私の年の向かさい。っていう私の気持ちです。あ、ブルーさん、ありがとう。手帳1個で十分じゃね。いや、その手帳1個でいいんですけど、なんか新しい手帳ってすごい欲しくなりません？手帳を新しくしたら、心機一転、頑張ろうって思うから。そう。ぴょうかちゃんのことさせてあげてください。うん。何？きょんちゃんどうしたの？うにゃ、うにゃ。魔界である握手は、再起的に行くつもりです。待ってる、ありがとう。さあちゃん、手帳は、水色にしました。なんか、最近もなんか何聞かれても水色って言われるくらい、なんか何買った、何色買ったのって言ったら水色っていうぐらい水色にしちゃう。さやちゃんの壁のミリコム動画見てずっと笑ってる。これです。めっちゃ振り込みしてます。ありがとう。握手行くね、待ってる。今度仕事せないでプレゼンテーション勝負な、待ってる。僕は覚えられてるから心配ない、待ってる。握手会行けるときは超行くね、待ってる。タクちゃん、おんぱありがとう。お菓子食べたいんだけど我慢した方がいいかな。うん、痩せよう。ソラを痩せダイエットするから一緒にダイエットしてくれませんか。研究生公演の意気込みは楽しみ。もう DS 届いた。届いてるはずなんだけど、届いてるはずなんだけど、ちょっと最近さ、夜遅くに帰ることしかできなくて、不在表が入ってる。そう、ツナタンどんな味があって甘かった。明日キャマチです。待ってます。入れたらいいな。ラッキーソーチお願いします。それは運次第だ。一口して食べた。そういえば気象予報士の勉強はちょっとね、まだ大学卒業してからやります。センター見てる前にチビダンスお願いします。いつもやってます。研究生コンサート意気込みは、あ、コンサートか、公演じゃないか。研究生コンサートはなんか、まあいろいろ思うことも皆さんもあると思うんですけど、それぞれもね思うことがあると思うんですけど、なんだろう、新たな魅力を見てもらいたいし、なんかやっぱ22人なんでね、ポジションがどうとかいっぱいありますけど、私はもう結構ポジションじゃなくて、どこにいても見てもらえるように楽しもうと思っていますので、どこにいても見つけてくださいね皆さん。兄さん今日打ち合わせ、そうだったんだ。一口、あ、待って、ちょっと飛び過ぎた。そんなことあるわけない。ちょっと待って、もう思ってやるわ。たたたたたらららら、さすがです、ありがとう。イケルは好きですか？うん、まあまあ好き。俺はソラさんが好きです。ありがとう。修行中の選手力、夜空ずいの肌毛芸すごくかっこよかったです。肌毛芸じゃないから。リンさんショールームしてるんだ。スナタンあかんのか、なに？スナちゃん年玉ちょうだい。次の握手3月だ。待ってる。覚えてるよ、絶対。投げキスして。
早起き芸は何？ピョンキチさんそのお泊まりけどセンターもチビだけどサちゃんもチビだよな。それな。でもねキョンちゃんよりそら背高いんだって。知ってた？それ知らなかったんだ。それキョンちゃんの方が身長高いって思ってたんだけど、そう、ソラの方が身長高かったです。イヤリングプレゼントした方がいいですか？もうプレゼントだったらなんでも嬉しいです。新年で手帳新しく買った。やっぱいいよね、新しくしたい。ソラもソラの恐怖のソラノートはまだ使ってる？使ってないけど残ってる。今年やり残したことある？特にない。松田由美ちゃんそう知ってる。卒業自体はさせたくない。メンバーの手足を引っ張る。手を引っ張る。なんで手を引っ張る。後ろ。ちょっと待って、ちょっとどこまで読んだか分かんない。タクちゃんありがとう。ちゃんとご飯食べて。食べてる。壁のめり込みゲームはそらが考えた。壁のめり込みは YouTube 風に編集したして見てない。はい、来年は待てよ。来年は年号が変わるから5月か8月限定カレンダーや手帳貴重なんで買った方がいいですよ。確かに。タカシはそれは。そらちゃんこんばんは。髪は短いのと短い俺と比較的長めの俺どっちがいい？長めかな。今短いよね。なんか短めはちょっと新鮮だった。コメント読めるのって何だったら。こんばんはこんばんは。しゅうたん、おーすごい。だるまとハートありがとう。アンヌギダンスのどんもありがとう。 SK のラバンバンドだけどさあちゃんのお城買ってきた。ありがとう。チビダンスって何？チビチビセナタンはチビって、あのセナタンの前で揺れながら歌います。帰りをするならコンビニ受け取りにしたら。いやめんどくさいじゃん。そしてこんばん、見るの遅くなってごめん。全然大丈夫だよ。シュータン誰もありがとう。おぎま、あ久しぶり。こんばんはこんばんは。さあちゃん今手紙書いてます。内容ごちゃごちゃしてるけどよしてね。もうありがとう。こんばんはこんばんは。目が泳いでるけど目大丈夫か？目泳いでた。ヤンカーさん、アイスありがとう。伸びしろ伸びしろですね。今口に気づけたのでまさかタバコ。何何の話これかな。これま、まつ、まつは、ま、湯気を、眉毛を描くやつ。そう、いつもの声も、そう見て。そうだよ。そう、いつもの声見つける。ありがとう。明日の声、あ、来てくれるんだ。待ってる。シュート、ハートありがとう。ラッキーランちゃんのパクリって噂がありますが、あ、パクリです。結婚して、やだ。ラクちゃん、おんぶありがとう。メモと新しい組み合わせ見てみたいかも。あ、それはいいね。コンサートどこに行っても見つける。ありがとう。ラクちゃん、おんぶありがとう。全力で空が遠くからでも見つける。そう、遠くでも私の踊り方わかりますかね。あ、こういうのあまりわかる。ありがとう。それ正解。どこにでもさっちゃん見つけるじゃん。本当にすごいね。好きな寿司ネタはハマチですか？違います、サーモンです。山ちゃん、だるまありがとう。サンタさん来た、来なかった。リンさん今日知ってないの？知ってないのかい。さっちゃんステージから見られること嬉しいです。ありがとう。劇場より広い場所だから、劇場よりそう大きく踊れるから幸せ。タコサイさん、だるまありがとう。だるまじゃないよ。ハンタバありがとう。どしも同じ。何？空はどこにいてもすぐ見つけるようにできるようになった。ありがとう。さくちゃん、ありがとう。こんばんは。明日、公演安定の仕事でやるよ。今年最後の公演入る幸せ。頑張ってね。頑張る。ありがとう。喉が。さくちゃん、こまこまが見つかるかどうか、して、見つけてね。ぐっちさん、緑のやつありがとう。さくちゃん、皆さんこれ聞いてて大丈夫？お年玉あげる年齢だからこのメモにお年玉あげません。今年の漢字は、ゆた。上から見たさあちゃん、上を見たらさあちゃんはいつでも見れば素敵。風の何？地元のおすすめを教えてください。地元のおすすめ。北海道のおすすめは、場所のどんなんだろう、食べ物かな。食べ物は、本当にね、お寿司が美味しい。そらもう東京でお寿司あんま食べないんだ。実家に帰りたい。風邪ひいたの。メイクしてないからちょっとマスクしようかなって思っただけ。さあちゃんは何歳までお年玉欲しい？永遠に欲しい。さあちゃんときゅんちゃん割と身長違う。それきょんちゃんの方が身長高いと思ってたんだ。そしたらそらの方が身長高かったです。こんばんはに、こんばんはに。かけぼちゃんとつけてない。最近つけてない。おやすみ。また会えますよね。あさーね。そっちゃん、わらわら。今年の患者動くにしました。来年初めて握手会行く。待ってる。どんどんコメントきますね。何も言えねえ。それな、そらじろうを見るとそららじ思います。すごいな。お寿司の縁側、最近縁側食べたことないの。食べてみたいけど、それあんまり新しいものに挑戦しないタイプなんですよ。いや雪がすげえな。いや本当にそれチビダンスって言ったら悪口じゃないよ。セナタンも公認です。早口コメント返しを拡散しよう。やめたい。オレンジクラッシュだ。お花ありがとう。タクちゃんハートありがとう。あ間違った。音波ありがとう。ソワちゃんが一番ありがとう。ソワちゃんが好きです。付き合ってください。あ考えておきます。この間なんとかヒロシでちょっと何、サーモンにマヨネーズは最強。あマヨネーズはあんまりいらない。パジャドラ当たらなかったよ。だって、はあ、そう、それそうだ。カジキザタコありがとう。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマドライブ。いいね、来てください。タクちゃん、音符ありがとう。レイちゃんのなんか冷蔵庫食べてない。3倍さん、もう疲れてきちゃった。僕に味噌汁作ってください。めちゃくちゃ味まずくても知らないからね。ありがたくちの、ありがたくちだ。タクさんのツイッターね、壁のめり込みゲームの動画見ましたか？見てくれましたか？あれ楽しかったですね。私が考えたんです。
あ、おでこがね。いいやん、かわいいやん。お水飲まないで大丈夫ですか？大丈夫。好きなアイスのフレーバー、ハラブポーション31好き。でも、ポッピングシャワーも好きだし、あ、でもラブポ、あ、あと、ストロベリーチーズ、何？ベリー、なんとか、ストロベリーチーズケーキみたいなやつも好き。メイクしなくても、この、全然可愛くないやん。ブスやん、今日さ、すっぴんでさ、レッスンしたんだけどさ、自分がブスすぎてさ、どうにかさ、ごまかそうと思ったけど、ごまかしきれないくらいブスで死にたくなった。さあちゃん大丈夫か心配になる。うん、空は大丈夫だけど、皆さん聞いてて大丈夫って感じ。もう聞いてたくないよね、わかる。ごめんなさい。そっと字してる方、ごめんなさい。星だけもらってってください。パイセンなんか泣いてたりするの？こんばんは、こんばんは。公園行きたいけど、明日は会社の仕事も、頑張って。函館吹雪、そうなんだ。こんばんは、こんばんは。さあちゃんもきょんこちゃんと。そう、きょんちゃんとそんな変わんないんだけど、きょんちゃんの方がちっちゃいらしい。この間、全悪で連行けなかった。残念、悲しい。たくちゃん、音符ありがとう。縁側は本当に食べたことないんだ。そう、すなたんもチビダンスするんですよ。さあさあ、私に身長を分けてください。やだ。空がギリギリなのに。はい、考えておいてくれるにはポジティブに毎日頑張れるわ。ありがとう。今日はカツのたたきを食べて、めっちゃそらちゃんにも食べさせてあげたかった。カツのたたきね、食べれるようになったんだ。めっちゃ美味しいよね。たたきって美味しいよね。魚あんまりね、得意じゃなかったんだけど、カツのたたきは美味しい。山ちゃん、だるまありがとう。たくちゃん、音符ありがとう。ゴンちゃんのタピオカ。今日ゴンちゃん行った。なんで知ってんの？ちょっと、びっくりしたじゃん。研究生コンサート待ってる。秋元さんも知らないメニュー頼むの勧めてる。何？どういうこと？チーム名、コンマ大体。頑張って。そうそう、コメント締め切れば、締め切らない。かわいい、ありがとう。さあちゃん、函館の、八幡坂かな。行ったことあるよ。読み方わかんないけど、行ったことあるよ。通ったことある。車で。晩ご飯食べてないから、さあさあ食べて、食べたい気分です。食べてください。さあ、かわいい。ほんと最近かわいい。ありがとう。待って、でくれる。甘いから、恥ずかしいから、かわいいね。買い方。今日はネガティブくない？そんなことないよ。だってさ、なんかさ、ちょっとなんか、意地悪なコメント多いんだもん。多くはないけど。ちょっと嫌なこと言ってくる人いるから。ドラさんで好きな顔は誰ですか？ドラさんで好きな顔？全体のドラさんで言ったら、好きな顔か。ゆえるちゃんかな。ゆえるちゃんの顔が好きなんですよ。だけじゃないけど、多分言ったら何にも出てくると思う。待って、ちょっとパッと思いつくのが、ゆえるちゃんとかそういう顔が好きなんですよね。ゆえるちゃんは好き。顔か。いや、みんな可愛いっていうのが前提で、本当にみんな全員可愛いんですよ。本当に可愛くて、でもなんか好きな顔でしょ。自分の好きな顔はゆえるちゃんかなって思います。でも本当に全員可愛すぎて頭抱える。AKB の中だったら誰だろうな。好きな顔でしょ。難しいな、好きな顔って。セナタンはかわいい。かわいいなんだよね。かわいい。自分が AKB10 年以上活動してるともう思わない。じゃあ私がギリギリ、何？緊急性コンサート申し込みした。ありがとう、山ちゃん。あ、なるもありがとう。嫌いな野菜ありますか？グリーンピースと、人参、キャベツ、などなど。さっちゃん、身長何センチ開けて、いやだ。小林ランのままめ、どうしたの？ビーフのたたきを、ビーフのたたき食べたことない。カツのたたきって何つけて食べる？何つけて食べたんだろう。なんか特製のタレみたいなやつ。なんか前、彩香さんとご飯行った時に食べたんですけど、すごい美味しかった。寿司、飯は温かいのと冷たいのかな？冷たいのかな？明日は仕事納めだけど、早、早退してパジャドレック、待ってろ。さっちゃん、こばこば、同い年、やったユーニンさん。イエーイ、同い年嬉しい。明日ゴンちゃん行こうかな。また行きましょう。あ、ランちゃんのモバメにしたってことか。函館の夜景、空もね、函館に住んでたんですけど、住んでたからこそなんですけど、函館山に登ったことあるんですけど、夜景は見たことないんですよ。夜遅くに登ったことない。最高のデートスポットらしいですよ。無縁でした。寿司飯は温かいの冷たいの違う、冷たいのって言ったっけ。キャーちゃんが心配。キョンちゃん大丈夫かな。明日の夜公園隕石で見られるのでラッキーサーちゃんください。それは運次第。台湾のタピオカは最高だって。マチャリンさん、さっちゃん、こんばんは。あ、NMB の緊急性公演いいじゃん。付き合う前にとりあえず友達からよろしくお願いします。お待ちになりましょう。あー、みゆちゃんも可愛いよね。みゆちゃん可愛いよね。 ST48 の新曲読み、あ、本当に知らなかった。 MK って何？なるほど。マイキューちゃんはマジ美人。マイキューちゃんは本物見た時っていうか実物を見た時に、あ、本物のマイキューだって思う。ナナミはもう好きな顔とかじゃなくてね、本当に愛してるって感じなの。わかる？愛してるって感じなの。
さちゃんが食べたい先輩、食べたい先輩とか失礼だな、それは。さちゃんコンサート見るの本当に楽しみ、当たる。カツオの時美味しいよね。リンさん、リンさんは大好き。好きなればみんな可愛い、それはそう。南京ペッパーのハンタ、ハナ、ナツキ、ナハズキちゃんって子がガチで顔面可愛いから好む。覚えてたら見ます。ドラさん全体食べたくなっちゃうのは誰？ドラさん全体食べてる。セナタン。メンバーで可愛い顔と美しい顔どっちがタイプですか？それはどっちなんだろう。でもそれ結構ジャンルを問わないというか、なんだろうなあ。でも結構先輩の顔が好きって言ったらあやなんさんとかの顔が好きですね。あやなんさん顔好きですね。いや皆さん好きなんですけど、難しいな。本当に好きなのローストビーフ、ビーフの叩きってさ、叩くんじゃないの？ランちゃんこんにちは。そうなんだ。カツオの時は心臓曲をすごい把握するのすげえしたじゃん。キャナリップかわいいね、ありがとう。ちょっともうすごくない？テカテカしてるように見える、反射してます顔が。テカ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 子です。函館山修学旅行で行った、それはもう修学旅行じゃないけど公園、遠足で行った。函館夜景展望スポットの月下が見たことある。おいすごい、裏夜景ってやつ。あの必殺テレポートの系列レポートのとこ好きなんですけど、必殺テレポート、俺何言ってんだろう、なんだろう、また本物って言われてる。そう、マイキューちゃんは本物感がすごい。チャケのモノマネヤッホーちょっと似てないな、ヤッホーって感じキョンちゃん配信始まるの、あ本当に嘘でしょ。キョンちゃん寝てんじゃない。箱根にて野球見たことがないっていうことないが、地元の人は本当にそうだ、ありがとう、またやめる。まいちゃんは可愛いよね、まいちゃん可愛い。パチュラの初日目の生写真当たってよ。おいい、あ、空のが見ながら本物って言って何って言ってた。なんかね、マイキューちゃんめちゃくちゃなんか、わ、本物のマイキューだって、なんか、あの、すごい可愛い。やばいよ。マイキュー。2冊レポートイントロ踊れるネタなので褒めてください。いや公演全部覚えるくらいじゃなきゃダメですね。さちゃんに可愛い子を誰か聞いたらキリがない、本当にそれ。空は空でもダンスが出る空はなんだ。あやなんさん大好き、カツオの叩きネギネギカツオ大好き、メンタスコーラしたいです。キョンちゃん配信中止した、中止した。さとちゃんスノードもありがとう。ナナミーと顔と声が合ってて好きになる気持ちがある。ナナミー大好き。そらちゃんに明日のお昼の公演見に行く、あ、ほんとに待ってる。そらさんにも広島に来てもらいたいです。なかなか行けないですね。叩くね、叩くって周りを焼くって意味なの、タタタタタって叩くのと思ってた。そらちゃんの性格が好きです、初めて言われた。 DD プリが素晴らしい、それな。13期セクシー、そうジッパーやりたい。あやなんさんのジッパー見て、そらもあやなんさんみたいにもうセクシーになりたい。めっちゃ水まんじゅう。ランちゃん、風叩きで、叩き何叩くの、叩き炙る、炙るなんだ。さちゃんクオリティで安心なんだよ。オレンジクラスさん、お花ありがとう。んーと、カツオの叩きは焼いた後に、最後に叩くから叩き、あ、叩くの結局。叩くんかい。ズバリ聞くけど、もし次の進行行きまたら初日メンバーに選ばれる自信ない、ある、ないです。絶対にない。だって、それあんまり。ね。キョンちゃん、本当に？でもキョンちゃん、毎日アイドルだよ。やんないのかな、本当に言ってる？それってさ、やんないってキョンちゃんが言ったの？それとも起きてないとかじゃなくて？こんばんは、キョンちゃん、それちゃんって、それは無理です。そんなことできないよ、そんなこと言わないで、嘘でも、嘘ってか、冗談でもしちゃダメ、今は。いや、23、4歳男性、それもなって。マイキュー、マイキューちゃん可愛い、ショック。中止じゃないかもだけど、配信始まってないだけでしょ？コメント、あ、コメント読みます。めっちゃ面白いじゃん。ここまで来て、待って、もう始まって何分経ったんだろう、わからないけど45分ぐらい経ったかな。コメント見ますって言ってさ、コメントって送ってくれた人、あなたが初めて西枕さん、すごい、もうめちゃくちゃ面白い。コメント読みました。あー、すごい、そういうの好きです。そら、カツの叩きって炙った後に叩くんだよ。叩くんだ。さっちゃんのジッパー話してる、嘘つけ。ジッパーも鼻毛って言わないで。年越し配信は考え中。オリジナルのジッパー見たことありますが、ミルキーさん綺麗でした。見たこと、オリジナル見たことあるけど、オリジナル
ってどういう意味？あの普通にコンサートでやってるのとかっていう意味？お正月は何するんですか？何もしないですよ。キョンセナのお示し想像しただけで面白くあります。面白いって。23時から配信になってるけど始まってない。寝てるのかあれなのか分かんない。期待してるから頑張ってよ、さやちゃん。ありがとう。コメントもうね、2回目はダメですね。順応って何？早いって。はい、ということでもうやっと落ち着いた、やっと落ち着きましたね。コメント読みます。コメント見ました、ありがとうございました。もうそろそろあの黙りますね、疲れたから。セメントということで、きょんちゃん大丈夫かな、起きてんのかな。いや、きょんちゃんは本当にあの驚くぐらいすぐ寝るんですよ。なんかあのこうやって喋っててもって行くんですよ、本当に。緊張大丈夫かな。さやちゃんのジッパーとか岡田ゆみちゃんあれか、あの CM ね。ありがとうございました、お疲れ様。ありがとう。可愛い子は隠さないでください。可愛くないから隠してる。隠しちゃう、本当に隠しちゃう、隠しちゃうんだから顔。頑張りましたね。同期でじゃんけん大会の相方やめ、最初くでしょ。でもなんかどいつしたんだろう。ありがとう、ガチャガチャ、ありがとう。さやちゃんは初詣行く？行かないんじゃない？あとで LINE してみよう。 LINE 今日したんだけどね、帰ってきたのかな、眠ってんのか分かんない、ちょっと心配ね。さやちゃん少し休憩してます。プレゼントして決めたことかな。まあ確かに空の配信でも意味だらけですもんね、コメントが。おじりだるて先名のこと、それはそうなんですけど、なんかなんて言うんだろう、あのオリジナルの映像初期メンバーでやってるのを見たことあるかってことか。あります。昨日も一緒に、そう寝てるの本当に早いの、こうやってで、じゃきょんちゃんのモノマネします。じゃあちょっと携帯ないから、なんだろう、どれ携帯にしよう。携帯っぽいのが何もないって。あ、折りたたみ傘携帯にしよう。これは携帯だとして、こうやってメール打ってるじゃないですか。これきょんちゃんのモノマネ、本当にね、なんか喋っててね、そうだよね、がきょんちゃんのモノマネです。隠しすぎて、そうきょんちゃんね、そう配信中寝たこともんですよ。ツイッターのせとかやめて。司会選手のお姉さんみたい、ありがとう。それ怖い、目をつかれ、大丈夫。早口の先生ありがとう。そうちゃんのジッパーは YKK って何？マスクのサイズ感がでかい、空の顔が小さくないよ。カイトって呼んで、カイトって呼んだ。そうちゃんで白いんだからマスクしてる方がより白くなっちゃう。真っ白です。何持つのやめたの？何星だからわかんない。手で持つのやめた、やめました。まあ無理して起こさんでくれる人のためにも毎日アイドルの手伝いもできる。だけどさ、いや毎日アイドル途切れたら結構落ち込むもんよ。あのいや今日のためなのかな、わかんないけど、まあいいか、そういうなら。そっちのキャッチフレーズは誰が考えましたか？佐藤しおりちゃんが考えました。そんな力欲しいはどこでも寝れるのよく、いいえ、いやもう本当にきょんちゃん本当に寝るんですよ、びっくり。オレンジキャッシュさん、お花ありがとう。初公演の初日メンバーのこと、ああれか、オリジナルね。喋らないもので本当にそうなの。お疲れ、そうすぐ寝ちゃうんだ。夜の車の運転聞きのやつ、運転しないから大丈夫だよまだ。でもきょんちゃんはあれ持ってるんですよね、免許。細かすぎるモノマネ選手権いや本当にそうなの。いや見たことないもんな、みんなあるかな、見てみてくださいね。僕は電車に立ちながら寝れる技術持ってます。分かる、本当に本気で眠いときはそれできる。いつか公演中に寝そう。確かに俺も自慢じゃないけどすぐ寝れるよ。そらね、寝落ちとかしないタイプなんですよ。だから分かんない、さやちゃんがこれ以上白くなったらゆめちゃんより白くない。ゆめちゃんマジ白い、睡眠障害のそれがある。ほんとね、埼玉の子ちゃん絶対初見じゃないでしょ、見たことある。あーよっちゃったった、なんかね、周囲気絶、そう気絶、ほんとにそれ。チェキちゃんが連絡してくれてるかな。意味だらけも辛いと、それはそうだと思う、ほんとにほんとにそう。じゃあ今日はドラさんのモノマネ大会します。ちょっともうコメントちょっと疲れちゃったから、ドラさんモノマネ大会します。ドラさんモノマネ
肌を白くする方法は、うん、外に出ないですね。そう、空は本当に外出ないっていうか、あの日焼けしても冬にはあの白く戻る体質というか、あんま黒くならないんですよ。肌質っていうか、なんかあの日焼けしても顔が赤くなるだけっていうか、そうで冷やせばなんかあんまり黒くならないタイプだから、あんまり黒くなったことで悩んだことはないんですけど、でも公式テニス部だったので日焼け結構してたんですよ。でも真っ黒にはならないんだけどね、日焼けしても。でもそう、冬には戻っちゃうから。でも本当に最近はアイドルになって余計日焼けとかしたくないので、夏はもう本当に日焼け止めにパーカーは絶対羽織って、フードかぶって日傘さして学校まで通ってました。こうやって駅から学校までこうやって通ってました。はい、ハータンと山部あやさん似てると思ったことないです。セナタン変えたいんだよな。セナはじゃなくて、セナタン何言うかな。セナタン、あー難しいな。いや頭の中ではさ面白いねよ。でもやっぱセナはしか思いつかないから、いきますよ。セナタン、セナは、あ似てない、今のは似てると思う。セナは、うん、違うんだよな。なんかセナはなんとかなんですよ。違う、難しい。色素がそうなんですよ、もともとね。いいな、ありがとう、そうちゃん。公式テニス部でした。ほんのさんさんのものまね。おどんそうがなくなったら、まさきにおいた。なんだって、ななみちゃんのものまね。ななみちゃん、早口だよ。あ、そらちゃん、好きー。って言ってくれる。ちょっと似てないな。ちょっとそれはちょっとバカにしてるな。なんかね。あ、そら、あ、ほんだしーって言ってくる。大竹はさ、難しいな。そら、モノマネとかね、全然したことなくて。モノマネしますとか言ってるんですけど、全然できません。知ってると思うけど、みんな。知ってると思うけど。それはさっきもさ、本当にさっきはって言いますよね。ジロキさんがさっきさんのモノマネするときに、さっきはって言ってたんですけど、毎回じゃないけど、結構さっきさん喋るとき、さっきはって言うから、めちゃくちゃ可愛い。くまさん、くまさん、ありがとうございます。はい、うん、そうです、そうなんですよ。佐藤かりちゃん、かりちゃん難しいな。なんちゃんさ、なんとかでしょっていうかりちゃん。クララのショールームのものもね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、かわいい。そんなことないです。クララ、渡辺あかりちゃん、あかりちゃん、あ、そらちゃんじゃん。あかりはねって感じ。ちょっと待って、やめよう。ちょっとモノマネ大会やめたい。ちょっと本当にきつくなってきた。ジャンヌルクの振り付けって、難しくはないけど、やばい、難しくはないけど、本当に走る。さやまるちゃん、それあんま喋ったことないから難しい。タン先輩始まったってよかった。さっきはって言うよね。そらはちゃん、そらはちゃんってどんな喋り方だっけ。最近会ってないからわかんないな。なんかそらはちゃんは、あ、おはようってイメージ。アイボンちゃんはね、ちょっとしか喋ったことないけど、アイボンちゃんはめちゃくちゃ美人だと思ってる。もうモノマネじゃないけど。違う、AKB のドラさんにして。吉橋静香ちゃん。どのモノマネしたらいいかな。しゃで。ゆずかでしょ。何がいいかな。ゆずかはね、マジで可愛いんですよ。じゃあ、まず、ゆずか、いいっすよ。それは違うな。ちょっと今空だったわ、今のは。ゆずかはね、普段喋るときも、あのさ、あの動線あるじゃん。あれって、あれで大丈夫だよね。大丈夫だよね。なんて言うんだろう。すごく綺麗な声っていうか、あのさ、あの振りってさ、
え、これって右からで合ってる？あ、合ってるよね。ありがとうって感じ。あのすごい声がちょっと小さめなんですけど、あのなんでだろう、あのね、すごく綺麗な感じなんですよ、声が。声が綺麗なんですよ。え、めぐみはできるよ。めぐみはできる。ありがとう。あ、なんとか、あ、そらちゃん来てくれた。そらちゃんだ。あ、ありがとう。っていう。ゆずき。ゆずきは。今日、あの振りってさ、こうだっけ？あ、だよね。あ、だよね。ありがとう。って言ってくる。今日、あの、そう。ハータンのオカリナの、ごめん、ハータンの配信あんま見たことないんだ。だからハータンがオカリナどんな真似してるか全然わかんない。ハータンの配信本当にね、時間が合わなくて、本当に1回2回しか見たことない。ハータンを聞きたい。毒舌ハータン？毒舌ハータンはね、あのね、結構ランちゃんに対してハータンが毒舌なことが結構多くて、なんか、ソラに対してもあるんですけど、あれかな。あ、ソラに対しては、ハータンは、あの、私若いからさ、つーちゃんだっておばさんじゃん、もう、って言ってくる、ハータン。あ、チャキが暴走した、あ、わかる、ホンダソラー、しっかりしろーって言ってくれる。これでもホンダソラだったね、今の。あー、でもわかる。え、言うよね、チャキちゃん。待って、じゃあドラさんモノマネじゃなくてさ、ドラさんあるあるにしよう。サオリンは、あの、あれです。サオリンは、いけ、あ、じゃあ、そう、今、ランちゃんだ。サオリンはね、マジでね、ジュテームなんですよ。あのね、なんだろうな。何言うかな。ちょっと待って、難しい、サオリン。サオリンはね、あのね、違う、頭の中で出てんのよ。なんで、もう、モノマネってさ、すごく難しいよね、本当に。え、皆さん、モノマネできますか？本当に。本当にモノマネできますか？やってみてほしい。あの、こうやって、みんなさ、この子、この子はこの子はって言うけどさ、その、できんのって。チーム K の、じゃあ、サオリンは、だから普段、チーム K のって言うけど、普段は、なんか、あ、そろそろ？そろそろ？ねえ、ねえねえねえ、あそこってさ、あるよね。オッケー。いけっぺ、いけっぺ、っていう。じゃあ、いけっぺはね、萌えかじゃないや。ランちゃんなんだよね。萌えかは最近ね、バカじゃんっていう。本当に似てる。これはあの声がじゃなくて、タイミングが似てる。バカじゃんっていう。バカじゃんって。ちょっともうモノマネやめる。ちょっともうモノマネ求めないで、ちょっとしんどくなってきたから。ドラさんあるある。ジュテームは、本当にね、愛してるって意味らしいですよ。クララとソラどっちが天然？そう、天然じゃないですよ。クララが天然。いけっぺ、いけっぺっていう。なんか、ねえ、ソラさ、今日振り起こししてないんだよね、って言ったら、いけっぺ。あ、やっぱいけっぺは、多分、あの人、そう、沙織が使って、ランちゃんが遺伝した。そう、いけっぺ、いけっぺ、いけっぺ。いけるいける、いけるいけるって言ってくる。あとね、沙織はね、キャワワって言ってくる。何でも、え、キャワワじゃんって言ってくる。そう、しんどい。もうね、ちょっとなんとなく無理だなと思って限界を感じました。モノマネ、ここ、あ、思い出した、沙織。イケルラーだ。イケルラーって言うわ。そう、静岡の、言葉で、ラってつけるのかな。だから、で、そら今日振りは全然わかんないんだよね、ったら、いけるら、いけるらって言ってくる。劇場のロッカー56狙いがちとか、ないだろう。ドラさんあるある。そう。ドラさんあるある。ランちゃん、劇場でリンゴ食べがち。とか。めちゃくちゃ食べてる。オカリナは、あ、オカリナは、本番想定して。本番想定してって言ってくる。じゃあ、本当にみんなのモノマネしたいんだけど、セナタンしかできないんだよね。セナはって言ってくる。あと、クララは、もう、あ、
ありがとうございます。あ、全然可愛くないです。え、そんなことないです。ありがとうございますって感じの、そう、あのめちゃくちゃ可愛い感じ。スノダムありがとう。山ちゃんゴリジクリスさん本当ありがとう。ちょっとオカリナの配信撮るのにテロップ買って、そう、もうドラサラルにしたんだ。マイさん隠れてカップラーメン、そう隠れてはないけど、この間あの劇場で、劇場に着いてからすっごいなんかシーフードの匂いするなって思ったら、ハリマさんとマイさんが食べてた。オカリナ意識高い、きそう、本番想定してって。そっ、クララは本当に本当にあのさあ、あのさあっていう感じ。クララちゃん可愛いんですよ。じゃあモノマネしたいけど全然誰も似てなくてびっくりしてる。モノマネってこんなに難しいんだなって思って、あのモノマネ芸人さんって本当にすごいんだなって思いました。本当に心から。予防接種の映像のクララが天使、え、見てないよ。そう、クララは天使でした。本当に本番想定して。明日 MC どうしよう、何話すんだろう、何も知らない、考えなきゃ。横浜にも方言ありまして、ジャンやカッタルイガニ、ジャンやカッタルイ、あ、ジャンとかって横浜なんだ。ドラえもんの道具で一つもらえるとしたら、空はあれが好き、もしもボックスが欲しい。予防接種のソースさんめちゃくちゃ笑った。笑わないでよ。あれいつもね、チャキちゃんの代わりにママがあそこなんですけど、ママもその動画見たらしくて、あの大竹にありがとうって解いてて、ママの代わりやってくれてるじゃんって言ってた。こんばんは、ケニョンで、あ、そう、ケイの人たちはね、一人が歌い出すともう本当に、だからそれ結構終電の夜が好きなんですよ。で、ね、空が終電とか言うと、もうケイのドラさんはみんな歌い出す。もう、あ、間違った選曲って思うもん、いつも。終電って言うと、もうまねあと4分だってめっちゃ踊り出すの、みんな踊り出すし歌うからすごくうるさい。ヤッホーヤッホー、急に踊り出す小林さん、小林ら、それな、ランちゃんは踊り出すし歌い出すし。クララとマイちゃん二人の話噛み合うのか気になる。確かに多分噛み合ってないけど成立してると思う。そう、ドラさんの中ではうるさい、うるさいか、沙織とランちゃんが組んだらすごいうるさい、もう騒ぎまくって、もうふざけて、もう本当にふざけてる、完全に。なんか、その消防士嫌い、もしもボックス最強だよね。空もそう思う。やっぱもしもボックスが世界っていうか21世紀のこの世で一番、うん、すごい素敵な道具だなって。もうだってもうお腹空いたら、もしも今目の前にご飯が出てきたらとか言い続けたら、もう一生だから。そう、もしもどこでもドアがあれば交通費なしで、こう、確かに。カエルの合唱、カエル、あ、ダメ、出たら、もしかして笑い志望、誰が、ショールームと普段で話し方が違うから。確かに、なんかショールームね、めちゃくちゃね、すごいおとなしい、いや基本もおとなしいんだけど、すごい空のショールームのイメージはなんか、あ、ありがとうございます、なんかありがとうございますって言ってるイメージ。そう、終電残酷歌ってましたね。そう、K は愉快です。本当にランちゃんをドラさんのお姉様たちが可愛がる。そう、ランちゃんは愛嬌たっぷりぷりなんで。そう、ハロラン、そう、大阪弁、ランちゃんのモノマネはできるよ。な、聞いて、な、聞いてって言ってくる。あの話してる途中でな、聞いてって、え、聞いてるよってみんな言うの。2時間超えた、イエーイ、超えましたね。ランちゃんをどうさんのせるような、いきなり歌い出すミュージカル、本当にそう。サオリンは、そう、サオリンとランちゃんが組んだら本当にやばいよ。もう二人でずっとふざけてるもん。あ、ドラサラル、空魔法、不仲説、それな。ピョンちゃんと、魔法ピョンと、あの、ビジネス不仲やってますから。そう、いつも言ってんだよね、魔法ピョンと配信するときに。そう、魔法はいつも会うたびにアイスやってくるからね。アイスって、そうさ、空さって呼んでくるの。空さ、うんじゃなくて、空さって呼んでて、なんかわかんないけど、空さアイスって言ってくる。注射割と好きはやばい。あ、魔法のドラゴンボールめっちゃ似てるの。悟空？え、魔法の悟空のモノマネ超面白いから皆さんぜひ見てください。韓国の激辛麺食べたことない。シャワーしました、お帰りなさい。エイトさんの全国ツアー行くのにどこでもと、あ、確かに賑やかですよ。 AKB は MC もこのくらい喋った皆さんに、私が MC はね、あの結構、あのやっぱ先輩もいるしね、あんまり話せないね。ランちゃん可愛い、可愛いよ。クラちゃんの、クラちゃんお嬢様。でも、ドラさんにもお嬢様が結構いて。あの、沙織と、めぐみんと、萌香はお嬢様のイメージ。私は。この曲、アンコール曲がいい歌ばかり。
言ったばかりで、摩天楼や夜空、夜空と気持ちを高めた、高まりますね。そうさいさいす、そうそうそう、サオリンランっぽくなってる、違うよ、ランがサオリンっぽくなってんだよね。そちゃん再現してみてよ。何を？ランちゃん体育の体育で一人の全、あ、一人で全力走った話が好き。いやー、もうランちゃんはねすごい面白い人間。そう、ソラサって呼ばれてんの本当に。ソちゃんこまこま、ソちゃんに愛コメントありがとう。マホピョンの握手ソラサって言われてなんか一瞬わかんなかった。そう、マホピョンね、ソラさんじゃないでしょ、ソラちゃんでもないでしょ、ソラサなの。もうよくわかんない。本当にこの調子で出さればラジオの番組を手に、私がいつもノリの人に感謝します。誰が、ランちゃん何の話してるかみんなわからないよ。ソちゃんの言うのうちはアイスにするかアイス食べたい。やばくない、注射、注射やだ。モノマネアイスキーの岡田美樹、岡田美樹さんすごいよね。モノマネの番組出てたイメージがある。年長メンバーというと子供になる空、年少メンバーというとお姉さんになる空、それな、あるある、それはそう、本当にそう。サオリンって立ち姿とか自己紹介お辞儀とか見てると上品だなって思うじゃん。思うけど本当に中身は JK、 チャラくはないんですけど、チャラいってなんか言葉あれじゃないですか、なんか遊び歩いてるみたいなじゃなくて、なんか言葉遣いがちょっと面白いって感じ。お礼をくれたけど、先日の握手会ありがとう。ソーチのサンタコース買いすぎてまた連れちゃった、ちゃった。クジャチーさん愛さありがとう。ソラサは、ソラン、サ、タ、バ、サ、なんだって、ブランドを作ったら、何の話。ソラサは茨城県、そう、茨城弁、そうかも。プロのスケーターみたいな名前。何が、サオリンをサーちゃんって、あ、そう、サーちゃんって、あの、キョンちゃんが呼ぶよね、サオリンのこと。サオリン、ん、キョンちゃんがサオリンのことサーちゃんって呼ぶ。ソラさんの予防接種再開して、やだやだ、ぜひ食べてないよって、デペまでいっちゃう。 TDC 研究生のやつ申し込むか悩んでんで、なんでか、なんでも申し込んでください。ソちゃん明日の夜恋くん待ってる、嬉しい。先輩のキャッチフレーズ、先輩、今日から押してくれますか。はい、押してくれなきゃただじゃ置かないぞ。はい、ドラさんあるある、ドラミー、ドラさん、それな、ドラさんです。キョンちゃんに呼ばれたい、キョンちゃん、キョーコー、おっかべリンリンリンさんに会いたいです。はーい、ふー、あとは今日はでも喋りましたね、こんなに喋る予定じゃなかったんですよ、本当に。明日は久々の公演、そして2回公演、夜公演入る、待ってる。さちゃんは黒の免許欲しい、身分証明書としては欲しいけどちょっとめんどくさい。ジュローキもドラさんも年長が一番 IQ たっぷり、そんなことないです、もう空はそんなこと IQ たっぷりじゃないですよ、もう空本当に、もう本当にもう殻に閉じこもって人とか変わらないように生きてるから、もう見ないでってやってるからパジャマドライブ入りたいです、待ってます。喉大丈夫、大丈夫、でもちょっと喉痛くなってきたから、今日はあの乾燥しないで気をつけます。乾燥しないでね、寝るように。なんかね昨日ね、すごいさ、わかる、なんかさ熱っぽいくないけど、なんかやばい熱かもって思ったらさ、体全然冷たいけど、寒気も全然してないけどさ、頭痛い気がする。うわ、これ絶対インフルエンザって昨日の夜思ってたんですけど、超元気でした朝起きたら今日テンション高め、高みだわ。コメント読むって時点で喋るっていいやん。そうなんですけど、こんなにたくさんコメント来ると思っちゃくて。ズンちゃんのキャッチフレーズ、皆さんズンズンしちゃダメですよ。ズンちゃん、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 あなたの口角をズンズン上げたい。岡部チーム名、16期生、18歳の、何だったっけ、なんかもう1個くらい数字はあった気がする。ずんちゃんこと山根鈴葉です、だった気がする。なんかもっとあった気がしない。16期生、16歳のだっけ、あ、高校2年生、16歳、16期生のかな、高校3年生か。コメントもたくさんで本当にありがたい。もうめちゃくちゃいつも読んでます。ショールームで喋ったよ、ナンバーワンで勝てる、本当に勝つわ。恋人奥さんには免許持っててほしい。あー確かに、じゃあ取らないね。戦うものの間にいっぱいあるよ、不思議と当たらない。パジャドラ
不思議、やっぱ人気なんです。ありがとうございます。水分しっかりとってね、ありがとう。劇場抽選当たらなくてもう、もうありがたいですよね。でも外は寒いけど、そらちゃんの配信は暖かいからいいの。ありがとう。で今日ね、ランちゃんたちとご飯行ったんですけど、ランちゃんにそら最近ショールームでなんか占い師みたいな配信やってるよなって言われて、何のことだろうと思ったら、なんかすごいあのオレンジの光でって言われて、いやオレンジの光でやってるんじゃなくてストーブつけてるからって言った。コロナ開くしか行けず、そらちゃん見ないんです。どういうこと。風の引き締め引き始めには家系ラーメンがいいらしい。絶対嘘でしょ。それはオレンジケンジさん、お花ありがとう。さやちゃんの願いも儚く伝ね。何がニヤニヤしてダメですよ。倉田さんありがとう。スノードームドラさんあるある、合宿の時に意外にマンゴーの背が小さい人の印象が今に強そう。アスナさんのモノマネあるじゃん。チャッ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 え、ニヤニヤしちゃダメですよって言わなかった。え、つんちゃんじゃなくてニヤニヤで、あ、なんて言ったのそれ。今人気ある子は流れの方に、そうそうなんですよ。だからそれはまだ全然人気がないね。カレンさんはめくって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 なんだっけ、それどうなんだっけ、忘れちゃった。その後忘れちゃった。あなたのハートを吸引したい、ナーミンさんやん、誰だっけって思っちゃった今。吸引したい、知り合いからコンサート当選するジンクスを聞いてから当たるはず。お、いいじゃん。不思議とってないとこめいっぱい当てるよ。ドミはみんな免許持ってるイメージ。そう、みんな取ってたけど、ソラはちょうど2月だったから取らなかった。サチのたまにインフルエンザ、何ランちゃんに、何だって水晶買ってくれば。もうどういうことか分かるよね。ズンズンしちゃダメだ。本当にニヤニヤしちゃダメですよって言うつもりだった。明日は皆さんにいいことが起こるのが見えてる。見えてます、見えてる。ななみがメールでミドルチームでやってた大竹コール、大竹コールやって、や流行ってた。え、あー分かった懐かしい、大竹でしょ懐かしい、いや懐かしすぎてエモすぎて走り回っちゃう。占いって大座のせいだらない、大座優先のせいだらない。そうだよ、いつだって魚座が1。下を見ずに上も見て頑張りますだっけ。下を見るさんやな。めくって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 カレンダーだよ。え、そんなだっけキョンちゃんの運転する車乗ってみたい。キョンちゃんなら安心して乗れる。でもなんか真帆も撮ったのかな、なんか真帆もあの免許を取りに行くっていう話を聞いてて、でマホピョンの車は怖くて乗れない絶対ゆいちゃん、ゆいゆいさん、みんなのハートを取っちゃう取っちゃう金閣寺よりも輝きたいかな。横山さん見えてますか。見えてますよ、皆さんのこと見えてます。明日は絶対にみんなにいいことがある。明日の星座一番は魚座ですね。あ、魚座はすごい力を持ってる。あ、魚座はすごい。魚座の中でもやっぱり本田空っていう子、わかる、みんな本田空っていう子ね、運がねすごくいい方に向いてるね。見えてるの。あ、そう、見えてる見えてるみたいな。何に関する、本当に空の占いって基本的に言わされてそうです。空が魚座だからねラジオ配信の占い配信と思ったら香織さんがね、そう、香織さんいつも占いてるらしいですよね。マザが1、そう、いつもマザが1。いいことあるかなって昨日リセット入ったんだけど、順位上、あらま。マイペースで頑張ります。マイペースで頑張りますって誰だっけ。あ、下尾さんか。新しいことできたやつ、やだ。あ、谷あり、川あり、ひじりあり、ひじりさん。そうちゃんのキャッチフレーズって、そら、クマさんが欲しいな。あげる。クマさん、ありがとうございます。高校2年生16歳のしおり、違うな、岡部チーム A 研究生の佐藤しおりです。そう、そらちゃんのじゃない、しおりちゃんですね。朝からずケーキだ、ちおりさんだ。あやなんさん、なんはなんでも可愛いなんてなんだ。あやなん、はい、免許取って30年、すごい。かおりさんの運転はどうだろう、
でも香織さんってすごいしっかりしてるから大丈夫そう。なんかすごいスピードとかちゃんと守りそう。乙女座8、双子座はしたいこと、あ、いいことあるけど3位、魚座でよかったら毎日いいこと、そうだよ。そら、熊さん越しでやってほしい。やった。この間コンシルコン…どうなって呼ばれる友達が…え、怖っ。あー、なんだかみたい。そう、この間香織さんがさ、なんかパジャマって何種類、パジャマってなんか、そらちゃんどんなパジャマ着てるのって言われて、パジャマでもなんか普通に私服とか、あともこもこのやつですかねって言ったら、あ、もこもこねとかして、何やってるんですかって言ったら、なんかラッキー占い、なんかラッキーアイテム、ラッキーパジャマをやってて、なんか12個か何個か書かなきゃいけないんだけど、パジャマってそんな種類ないよねって言ってて、可愛かったです。ちょっと2回しか書いたことないのに1回目が一緒で、本当だ、やばいね。リサとミャオさんってなんだっけ、じゃんじゃんじゃん、ミャオってやつですよね。ミャオさん、まあ聞いたことないんですよね、ミャオさんの生で。ドラさんにショールームでクマさんプレゼントする、来るとしおりちゃんの真似をするのはドラさんある。それな、それはそう、本当にドラさんあるある。クマさん、あのクマのギフト来たら、クマさんありがとうございますってみんなやっちゃうんですよ。プル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 、ヤギ座 4位ぐらいですね。会社のラッキーラナイメール送って、そうね、知ってる。ミヨンさんってどいつだっけ、ミヨンさんってどいつだっけ、あ、ミヨンさん、ごめんなさい、ドレミドミドミャオか、はあ、ミヨンさん最近あの公演に出させていただいた時にいらっしゃったんですけど、すあのやってなくてな、3回とも、そう、あのキャッチフレーズ、埼玉県から来ました、え、ミヨンさん、ミヨンさんね、ミヨンさん何もないっけ、埼玉県から来ましただけだっけ、ベアーって言ってクマさんポーズ、あ、やっぱかぶっちゃうからクマさん特許取ったんかな、クマさんありがとうございます。やばい、もうこんな配信してたらもうフォロワー減っちゃうじゃん、せっかく2700人やったのに。クララにこの前やってキャッチフレーズやってもらって、やってくれないの。あやかさんさ、なんかもうなくなっちゃいましたよね、あやかさんのキャッチフレーズ。総監督は金閣寺よりも輝きたいでしょ。みなみさん、みんなみなみのところに、あ、じゃあ合ってる、南のところに集合、なんか16期生の太陽が AKB を救うだっけ。増えてるもん、絶対その後に減ってるから、終わった後、まあ、今増えてても配信終わった後にもう100人くらい減っちゃう。大丈夫です、きっと3人は減ってる。それな、AKB の太陽が世界を救うだっけ。世界を救うだっけ。昨日の終わりからフォロワー13人、ありがとうございます。サイキポーン、はいって。おーっていうの、ポンさんかわいい。ジロキの太陽が水球、どっちだ。モノマネあるあると見れてお腹いっぱいです。それな、そらもお腹いっぱいです。今日はやりすぎました。サッホーさん、ヤッホー、あれ違うっけ、サッホー、もう早い、あれサッホーさんなんか曖昧だな。里見の英語園でやった時誰も称号しなかった。それ言ってたの。最近世界遊べすぎ、それな、最近遊んでます、遊んでないです、遊んでる、ご飯はでもみんなと食べに行く、早い、もう、あ、発声練習始めます、そうだ、あれかわいいよね、もう早い。サッホーさん、そうちゃん紅白出演決定どういうことよ、何の紅白よ、 AKB、 あ、そうですね、 AKB48 さん出ますから、素敵です。ほの空、はい、嬉しい時も悲しい時もいつでもどこでも空見て、はい、ありがとうございます。イキリンさん、寝ても覚めてもイキリンワールド。絶対止まったってくるよね、わかる、時差があるからさ、多分ちょっとした後に来るんだよね、わかるわかる、すごくわかる、わかるわかる、ほら止めちゃった、ほら来た、あ、来ました来ました来ました、ほら来た、もうすぐ言う、もうみんな分かって、止まった、分かってるって、止まった、分かってるって、止めた地獄ある、分かるって、分かってるって。
これタイムラグが面白いですよね。言った後に本当に止まってるって。そうそうそう、ね、分かったよみんな。ね、みんなすぐ止まるな。でかくももう本当にみんなすぐ総額もわざとじゃない。ランキング押したらちょっと止まっちゃった。ということでランキング見たいと思います。13位マフィリアスさん、ありがとう。12位スグルさん、ありがとう。11位山ちゃん、ありがとう。10位ディディマンさん、ありがとう。9位オレンジクラッシュさん、ありがとう。8位なかなかさん、ありがとう。7位トモオさん、ありがとう。6位グリアタクニさん、ありがとう。5位タコサイさん、ありがとう。4位 FK さん、ありがとう。3位ひよこさん、ありがとう。2位トールさん、ありがとう。1位サトちゃん、ありがとう。はい、ありがとうございます。わざとじゃないです。止まってますよね、みんな。そうですね、ほらね。めっちゃやってるとこだと思ったから少しやめてよ。絶対嘘じゃん。止めれる止めたいわけじゃなくて、本当にたまたま止まっちゃったんですよ。今度そうやって覚えてない。怖青田の怒ってるみんな。そう、今日はめぐみんふよくわかりましたね。ありがとう。でみんな、めぐみん可愛いからめぐみんの配信もぜひ来てください。うん、お大事に。お大事そうそう、番号まだ食べてなかったの。明日また読めない。また明日頑張れる気持ちになって、よかった。ありがとう。今日もゆっくり休んで。こちらこそありがとう。そうちゃんが意地悪します。みんなが意地悪してくる。ふふということで、昨日はめぐみんパンチでミネギスさんがやられてて、めぐみんが助けに出て、あいかげててかわいかった。かわいい。めぐみんとは時間がない。そう、めぐみんは朝やってることが多いですからね。俺がそうちゃんの前で怒ったことは大丈夫、安心して。怖っ。ということで、また必ず来ます。ありがとう。そろそろ会いたいです。2日前くらいに会ったやん。そうそう、ありがとう。髪切りありがとうございます。ということで皆さん、今日は長時間、1時間半くらいですかね。1時間半ですね。ありがとうございました。ここでよかったら、あのフォロー外さないでフォロー維持していただけたら嬉しいし、初めての方はフォローしてくださったら嬉しいです。あのいつもね、こんなね、あれじゃないんですよ。いつもこのテンションなわけじゃないんです。今日だけです。そしていつもすっぴんなわけじゃないんです。最近は化粧頑張ってました。でも今日はね、たまたまね、ちょっとレースナーだから、ちょっとレースナーだからさ、レースナーだったからすっぴんなだけで、いつもすっぴんじゃないから、ほんと信じて。すっぴんじゃなかったら結構あのまだマシに見えるからさ。初コメです。デブニャンさん、かわいい。ありがとうございます。また告白します。待ってる。ありがとうございます。はい、お疲れ様。ありがとう。長時間、1時間半だけどね。フォローしました。ありがとう。オレンジの先に、本当にいろんな人に見えてきて笑っちゃう。ああ、見える。すごい、見える。見えてる、本当に。あ、すごい、見えてる。あなた、明日会えることあるよ。本当に。明日会えることある。そっちやりきりました。はい、いつもね、そう、肌を休める日です、今日は。そう。本当にやっぱ肌が呼吸したいって言ってて、いつもねちょっとやっぱ化粧してるから呼吸してなくて、呼吸したいって言ってたからちょっと呼吸させてみたんです。今日はスピーカーありがとう。フォロー外さんから時々気分で外すけどね、やめて。いや、ありがとう。もうすぐ7000人、あ、もう7000人いってますね。すごい、ありがとうございます。愛媛のドラさん4人、今4人も配信してるからみんなのところに回るのが忙しい。あら、そっちは可愛いかお化粧なしで大丈夫。ありがとう。アイカブやってるよ。ロゾのラッキーから、明日は水色とピンクです。ペテンシやめて。よく喋り続けられるものだ。ソラもそう思う。ソラちゃんの好きな先輩メイクしてレッスンする気がするな。ソラもね結構メイクしてレッスンするんですけど、いや、まあそういう時はあるんですけどね。今日はあの本当に肌がちょっとお願いって言ってたの。本当に次回のソララジ予告、ソララジいつしましょう。でも明日はちょっと遅く帰るので、明日は多分ソララジができないので、明後日かな。明日はねちょっとあのパジャドラですので、こまわに美肌だから化粧しなくても大丈夫。あなた足からいいことあるよ。ということで、ソララジ好き、ありがとう。ソララジは明日はちょっとあの10時間違えた、明日は公演なのでね、9時18時半公演なので、普通に夜遅いのでちょっとできなそうです。本当に会いたいんですけど、どうしたらいいですか。会いに来て。研究生コンサートも来よう。待ってます。明日いいことあったら報告します。マスク姿とオレンジの光が怖いな。へへ、それはじゃあいい感じ、楽しみで。ありがとうございます。ということで、明日はちょっと
夜遅い代わりに、夜遅い代わりに、あのなんだっけ、メイクしてますのでね何時からちょっと分かんないけど、まあ、23時ぐらいかな。なんだろう、メンヘラ配信リスカしようダメ、そういうこと言っちゃバンされちゃうから。ということで皆さんありがとうございました。明日仕事納めの方がね多いので、はい、すごいすごいね多いので、皆さん仕事最後、今年最後ということで皆さん頑張ってください。まあ今年最後じゃない方もいっぱいいると思うんですけど、はい、頑張ってください。本当に応援してます。私は明日初めてのパチドラ2回公演で、結構まあまあ緊張してるんですけど、楽しみたいと思います。今年ラスト公演ね、今年ラスト公演80何回目ですかねだと思うんですけど、いけるかいけないか置いといて握手とりあえず取っておくのも確かに、いやーそれももったいない気もするよね。ということで皆さんありがとうございます。ジュクロネさんおほんのありがとう。もうすぐ冬休み、あいいね、空も冬休みだよ。でも毎日配信はするのでね、よろしくお願いします。そう、明日昼夜違うのでどちらも見てください。89回目らしい、明日で。えということは夜公演には90回目、え本当に言ってる、え夜公演90回なのかな、そら夜公演でちょっとわかんないけど、結構今年出ましたね、嬉しいな。ということでラッキーサちゃんしましょうか最後に。はい、行きます。ピッ、あー外せなかった。ピッ、あー外せないです。ピッ、はい、よしぼうさんです、今日のラッキーサちゃん。はい、ありがとうございました。確かそのはず、本当に公演おさみが90回って気持ちいいですね、ちょうどよくて。そう、5月デビューなので5、6、7、8、9、10、11、12、7ヶ月で90回ということで、まあまあ出ましたねまあまあ出ましたということで、楽しかったです。7ヶ月で90回ですから、え公式ですか、それ本当に90回出てるのかな。まあ出てたらいいな。ということで初見さんはよかったらフォローしてください。年越しでオンラインで多分できますね、ショールームやると思えば。ドトノの卒業修行ラッシュ難しいですね、頑張りました。あの時はそういう時もありました。コイスランキング上位に入りますね、入るでしょうね、きっと入る気がしてます。ということで皆さんありがとうございました。誕生日おめでとうね、本当にありがとう。ということでまた明日、明日は公演とショールームでお会いしましょう。ありがとうございました。また明日元気に、明日はちゃんとメイクして配信します。バイバイ、また明日ね、バイ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 キンバイバイキンバイバイキンバイバイ、バイバイ、また明日ね、おやすみなさい、おやすみなさい、バイ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 、ハートハート、食べまくって編集ありがとうね、みんなバイバイ、おやすみおやすみ、ハート。